はい、どうも皆さんこんにちは。FX 専業トレーダーの翔太です。今回のこの動画講座は、トレードに関する内容というよりかは、相場に対する向き合い方についての内容になります。僕の FX のコンサル生はですね、今現在18名いるんですけども、その18名の中で年々成績を上げ続けることができているトレーダーと、あとそんなにね年々成績が変わってないっていう、そういうトレーダーの方がいらっしゃるんですね。で、この2パターンですね、一体何が違うのかなということで、僕は、そのコンサル生とね、結構いろいろとねこう話をして、で最近その答えというか、一体何が違うのかっていうのがこう、自分なりにね分かってきた部分があるんですよね。決定的に違う部分ですね。なので今回はその部分をですね、皆さんにも、ちょっと共有というかシェアできたらなと思いまして、動画を撮っております。で、もちろん僕のコンサル生その18名ですね、全員その1年ベースで収支をプラスにすることはね、全員できてるんですね。なんですけども、そのやっぱ年々その成績がこうもううなぎ登りでこうどんどん伸びていっている人と、そんなに変わらない並行している人、これ何が違うのかっていうと、結局こういう、それこそ今の時期って年末じゃないですか。で、来年、年始ですね、こういう年末年始とかっていうこういう時期って、人間ってこう、ついついこうサボりがちというか、なんかやる気が出ないというか、こうなんかこうテレビとか見てこうダラダラしちゃうような、そういう時期ですよね。でも、成績を上げ続けることができているコンサル生っていうのは、こういう時期とか関係なく毎日ね、FX の学習だったり、あと過去検証だったり、そういったのをね、こう毎日ちゃんとねやってるんですね。あとトレードノートもね毎日つけてるんですよ。でそれもちゃんとこう見直したりしていて、で反省点とかもちゃんと書いてたり、良かった部分だったり悪かった部分だったり、そういった2つのこう内容ですね、こうノートに書いているわけで、で逆に何年経ってもそんなに成績が変わってないっていうコンサル生はですね、例えば過去検証で言ったら1週間のうちに本当に 1,2 回ぐらいしか過去検証をやってなかったり、あと僕の FX 教材をね1回見ただけでもうなんかあとほったらかしみたいな、そういうモチベーションというか、それぐらいのやる気だったんですよね。そりゃもう結果が変わることはもう本当に目に見えてるというか、というわけで、もしもですね、こういう年末年始にダラダラ過ごしてしまっていたりとか、あとなんかテレビをずっと見てたりとか、なんか友達と遊ぶばっかりとか、なんかそういう日々をね過ごされているんであれば、今一度ちょっとその相場に対するねこう向き合い方っていうのを今一度改めていただいて、こういう、みんながこうサボりがちになってしまいそうな、時期に、逆に人一倍頑張るっていうね、そういう心構えで、これからねFX 頑張っていってほしいなと思います。そうするとおのずと成績もね変わってくると思いますんで、現に僕のFX の、コンサル生、18名の中で、そういうもう統計がね取れてますんで、ぜひ皆さん参考にされてみてください。2017年もね共に、相場に負けずにね、これからも FX 頑張っていきましょう。はい、というわけで翔太でした。ありがとうございました。